皆さんどうも T 島です。では今回もファイヤーエムブレム無双を続き遊んでいきたいと思います。ということで今回は時間内に多くの敵を倒せ難易度レベル28ですね、こちらの方やっていこうかなと思います。さあ行きましょうかね。制限時間の経過、まあ多分 S ランク取るのであればまあこの7分の間に、まあ、2000体ですかねっていう風になると思うんですよね。ただ敵はソルジャーで、こっちは剣士か。何ならば斧と槍ですね。さあどうしようかな。そうですね、頑張るわね。おっと弓兵がいるのか、ね、ならばこっちに、まあ、カミラですかね。とあとまあ剣士の方で、そうですね、ルキナあたりを連れていきますかね。まあ同じ、まあレベル1なのでね、まあそこまでまあ苦戦はしないと思いますけど、まあ今回はこれで行ってみようかなと思います。よろしいですか。よし行きましょう。ミッション開始です。さあ行きますかね。まあとりあえずはちょっと今のうちはダブルせずにそのまま行きましょうかね。でちょっとまあ弓兵ですかねがいるので、そっちを先に片付けますかね。とりあえずちょっと S ランクは、あそうですね、やっぱり 2000KO ですね。ならばもうどんどん雑魚敵をまあ倒していきつつ、まあ武将ですかね、もう倒していくっていうような感じですかね。まあ多分雑魚ばっかり倒しててもあの増援が出てこないと思うんでね、こういうのはあの武将を倒さないと。でまあ覚醒は貯めて、またあのキャラクター武将ですかねが出てきた時に苦戦するようであれば使っていこうかなと。さてどんどん倒していきますかね。もう結構出てきましたね。まあ弓兵はまあ桜や匠とかじゃなければまあまあ怖くはないと思いますけどね。身だしなみは万全。覚悟しなさい。さておぼろが出てきましたね。ミッション開始です。私手加減はしませんからね。お覚悟。さていけるかな。白夜の民ってそんなに野蛮な人たちばかりなの。あたりません。オッケー。さておし、スタンゲージがなんとか消える前に攻撃できましたね。あ、まだ生き残ってる。やりましたね。いつものようにさえ渡っていますね。結構しぶといな。オッケー。さてもうどんどん倒していきますかね。未来を掴み取ってみせる。僕たちの手で。おっと、マルスモドキが来ましたね。さて。
もうこれだけかな英雄は。避けられないよ。さあ覚醒使っていきますかね。お、結構がっつり減らせれましたね。さて今の状態でどれくらいまで倒せてるのかな。あ、でも1500ぐらいいってますね。あ、なら2000体はいけるかな。ちょっとこのまま覚醒の回復薬ですかね、ちょっと探しながら進んでいきましょうかね。まあそんなこと言ってたら終わってしまうんですけどね、覚醒とか。あ、やっぱり。まあそう言ってたら後から出てくるんですね。剣士かならばちょっとカメラに変えていきましょうかね。さてこれぐらいかな。あ、だけみたいですね。さてじゃあルピナに変えて、あっちに出てきてるのは輸送兵。じゃないのかな、まあ、普通の武将ですね。あの上かな出てきてるのは。多分この上に、あー、いたいた輸送兵。ちょっと覚醒を回復させたいので、まあ増援といってもそこまでなんか武将という武将はあんまり出てきてないですね。さて、お、弓兵アーチャーかな、もしかして。まあ攻撃される前にね、あの倒してしまえば何ら怖いことはないんでね。あれ、もう一人ぐらいいたような気がしたんですけど、どうやら向こうに行ったのかな。さっさと散りなさい。さて、あとはこっちにも輸送兵が出てますね。さて覚醒も使っていきますかね。あ、まあ全軍総攻撃っていう割にはあまり出てきてないですね。さてどんどんちょっと回復させながら進んでいきますかね。もう結構いっぱいいますね周りで。まあまたあの多分輸送隊が近くに来てくれてるので、まああの無双の回復も結構取れてるんですよね。やばい、ちょっと待て、ちょっと待て。あー、あの向こうにあった回復を取ろうとしたんですけどね。さてもう一回ちょっともう覚醒使っていきましょうかね。じゃあさてもうどんどん倒していって、まあ多分素材も手に入るんでね、まあ、素材集めにもまあなるので。ただちょっともう出てこない感じかな。向こうにいるのでこっちに。よし、 OK。 さてこうやって見ると結構覚醒の回復も落ちてますね。まあ無双も落ちてますし。もう少し楽しみたかったわ。さて、まあ、2000体は撃破してるでしょう。まあ、これでしてなかったらちょっとショックなんですけどね。
ごめんなさいね。痛かったかしら。いやもう全然2戦対撃破してますね。3548でダメージはまあ 10% ですね。でバトル報酬超護薬、私が一番なって、鉄鋼、あ銀がちょこちょこと、もしかしてこの辺りから出てくるのかもしれないですね。さて素材も結構集まりましたね。シダ、塔にある魔導機械を止めるんだ。はい、直ちに。魔導機械の障壁消滅と。魔導機械を抑えられるとは。だがその程度どうということはない。さてそれで今度は下の方に行けるようになりましたね。まあただ難易度的には次はこっちの、まあガーネフの分身ですかね。そうですね。でその後はまあここら辺下の方ですかね。でまあもうちょっとしたらこのチキとも戦わなければならなくなるのかな。いやこっちに30があるな。そうですね。なのでまあ次回はこちらですね。まあ時間内に多くの敵を倒せ、難易度レベル29、こちらの方をやっていこうかなと思います。ということで今回はこの辺りで動画を落としさせていただこうかなと思います。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。それじゃあまたねー。